こんにちは、こんばんは、ベンジャミン・ラボです。よろしくお願いします。今日これ、デデン RTX3050 デーン、変えた、変えちゃったんだよ。イエイ、変えました。まさかの RTX3050 変えちゃいました。あのね、こちらね、発売になったのが1月27日の午後23時だったんですよ。でね、ネットでのまず23時じゃないですか。だからネットなんですよ。ネットの通販でのポチポチ戦争、それにはね、負けたんですよ。なんとなんとっていうか、俺ね、9時に寝ちゃって起きたの12時だったんだよね。そんで、うわ、やったまたやらかしたと思って、やっぱりなかったの、案の定。この 39,800 円のモデル、そう、言い忘れてた、 RTX3050 39,800 円のモデル、イエーイね。その争奪戦に負けたと。そんで朝起きて見たのよ、携帯。したらね、売ってるんだけど、39,800 円のモデルは売り切れてる。39,800 円のモデルは、この MSI、ね、MSI の OC バージョンじゃないのが39,800 円。あと、ゾタックの OC バージョンじゃないのが39,800 円。OC バージョンじゃない、その2点。2モデルだけが39,800 円なんですよ。あとはね、最安値で、あと安いのはパリットの47,800 円ってやつかな。次がパリットの49,800 円か、わかる、そんな感じ。あとは55,000とか52,000とか。5万円しちゃうんですよ。プロ落とし工さんのも5万円しちゃう。52,000とか。で、これが欲しかったの。だってさ、一緒のモデルでさ、1万円以上差があるのはなくない？その必要ないでしょ。どう考えても。どう思います？だって一緒のモデルなら39,800 円ってよくない？と思ってね、これを探してた。そんで今日ね、私ちょっと現場仕事なんで、ちょっとね、まあ、いつでも抜け出せるんですよ。抜け出せようと思えば。仕事、なんてって言い方変ですけど、まあ仕事なんてね、はい。近くにね、ドスパラがあったの。で、調べてさ、したらさ、あるっぽいんだよね、なんか。でね、昼に行けばよかったんだけど、なんか昼の時点ではね、もういらなかったんだよね。んで、ツイッターとかもやってて、なんか、RTX3050 買えないから、なんか草コインでも買おうとか、仮想通貨でもさ、いいやつ、買おうかなと思って。したら買ったのよ。昼に。そう。このお金分、4万円分。とりあえず。なんか変なの。変なコイン。全然メジャーじゃないやつね。ゲームファイ。ゲームファイのやつね。で、したらね、3時のね、で休憩があって、で、見てたの、ツイッター。したらさ、某ドスパラさんが、あるっぽいの。したら電話してみたの。したらさ、ある。あった。ありますよ。でさ、ドスパラってね、面白いんだよ、なんだかんだけど、取り置きはできないじゃないですか、基本。取り置きはできない。そんでね、何個ありますかって聞いても教えてくれないんですよ。教えてくれてもよくないですか、在庫の数ぐらい。あー、すいません、何個ありますかね、そら。いや、すいません、教えられないんですよ、在庫の数は、って言うから。嘘でしょ、みと。いやー、そうですか、とか。じゃあ、2時間後に、その時はね、3時半ぐらいだったの。で、2時間後に、もしね、僕が行ったとしたら、買える確率って何パーセントくらいですか、そら。多分買えないと思いますって言われたんですよ。と思って。そしたら多分、これ2、3本かなと思ったんですよ、ある。2、3本。すぐ来れば買えますよ、みたいなこと言ってたから。2、3本かなと思った。で、そこで仕事を辞めて、切り上げて、で、買い入ったわけです。そしたらやっぱありました。そしたらね、俺が着いたのがね、4時ぐらい。その時に、あとね、在庫2本あった。ということで予想通り3本か4本、4本あったんじゃない。でね、5時過ぎると、その、サラリーマンの方とかも仕事終わるじゃないですか。そうするとすぐ売れちゃうんだって。だからなくなると多分思いますよ、みたいなこと言われて。あ、そうですか。じゃあ、今から行きますよ、みたいな。今から行けば買えるのでね、とか、買えると思いますって言ってた。5時過ぎたら多分買えないと思いますって言ってました。正しいね、その人。ありがとうございます。無事、買えました。在庫の本数教えてくんないな、なんか面白い。そういうの面白いですよね。ってことで、3050を買ったっていう、なかったらしい。初めのお話なんですけど。でね、今日これをまあ見ていこうというかね、レビュー。レビューっていうかさ、もう、いろんなさ、有名な方がレビュー上げてるわけで、俺のレビューなんてさ、必要ないんですよ。だってもうやることなんて決まってんじゃん。この後開封して、ベンチね。どうせさ、FF14-15 でしょ？そんで APA ホットネやって終わりじゃないの？分かりきっちゃってるんですよ。面白くないなーと思って、なんかないかなーと思って。差別化？どうしようと思ってます、今。とりあえずもう開けるんですか。いやー、でも変えてよかったね。マジで。え、いつものね、紙。変えてよかったよ、ほんと。でさ、特別さ、はい、至って普通。至って普通の
感じですね。一応裏 MSI 得意のプラスチックが、名前切りも8ピンなんですね。補充電源は8です。86でいいんじゃねえぐらい思うけど。それではね、組み込んで GPU-Z からね見ていきたいと思うよ。まあ、それではね、組み込んでいきたいと思います。 RTX3050 HDMI DPTPTP でね、むちゃんこちゃっちいね。やはり50番台の GPU ですね。ちっちゃくていい感じかなって感じね。ちっちゃくていいね。8ピン1個ね、8ピン1個で、モロチョンチャッキン。それじゃ、スイッチオン。はい、普通に起動しました。そりゃするよね、新品だから。はい、それではね、いろんなね、ベンチ取っていきたいと思います。はい、まずは GPU-Z から見ていきましょう。まあ、GPU-Z はこんな感じっすね。こんな感じっす。よくわかんないんだよね、見方がいまいち。まあね、認識してるんで大丈夫でしょうって感じです。RTX3050。OK。よろしく頼むぞ。はい、続きましては FF14 ベンチ。こんな感じですね。Ryzen 7 3700X と GeForce RTX3050 8GB。で、最高品質の仮想フルスクリーンモード。これで見ていきます。はい、始まりました。とりあえずは 75fps とか 7060とか fps いいんじゃないですか、割と。で、 CPU の温度が60以上と、で、 GPU の温度が48と、使用率は 96%7% 優秀ですね。で、メモリの使用量が 1.3GB で、メインメモリが 7GB いいんじゃないでしょうか。 8GB のね、余裕がありますので、 RTX3050 はで、今 1.3 しか使ってないんで全然楽勝ですね。これはね、いい結果が出るんじゃないかと思います。でね、CPU もね、Ryzen 7のね、3700X なんで、結構強い CPU なんで、割とね、ボトルネックにはなんないようにしてます。で、正直な話しますと、RTX3050 はね、買いだと思いますね。39,800円なら、初めてね、組む人にとっては、かなりいい GPU になるんじゃないでしょうかね。まあ、39,800円ということなら、ただこれが5万とかね、超えちゃうようなら、やめた方がいいですね。うん、考え直したらいいかもしれません。最近出た安価な GPU ですと、RX の 6500XT なんかがありますけど、あれはね、ちょっとさらに性能が劣るので、あれとの比較にはならないと思います。あれは最安値で 29,800円がありますけど、あれだったらこっちの方がいいのではないかと思いますね。でね、このね、RTX ね、3050にしたいって方はね、もしかしたらね、1660スーパーとか 1660Ti とか使ってる方かもしれないんですけど、1660Ti とかね、1660スーパーとかからのバージョンアップですと、ほんのちょっとしか変わらないらしいんですよね。それだったらやっぱ3060にするか、ラデオの6600とか 6600XT にした方が幸せになれるのかもしれません。とにかくね、初めて組む方にとっては、RTX3050 の 39,800 のモデルっていうのはかなり強い味方になると見ております。でもね、やっぱ 39,800円だったらって話なんだよね、すべてが。これがやっぱ5万となると絶対にこれやめた方がいいよ。違うの買った方がいい。インテルのね、インテルアーク。知ってるじゃないですか。新しいグラフィックボード。それ買った方がいいね。それ待ち。か、もうグラフィックボードは使わないと選択。新しく出るね、AMD Ryzen から出る APU を待つか。それがいいかもな。それもいいっすよね。いい選択だと思う。はい、そろそろね、結果が出ますね。はい、来た !13,497。とても快適。とても快適です。RTX3050 は 13,497 いいんじゃないでしょうか。そんな感じです。悪くない。よろしく頼むぞ。はい、次 FF15 ベンチマークですね。言わずと知れた重いベンチマークソフトです。で、 Ryzen 7の 3700X と、ね、NVIDIA GeForce RTX3050 8GB 最高品質、高品質のフル HD ボーダーレスですね。はい、スタート。はい、いつものお姉さん出てきてね。はい、こちらは 60fps ぐらいか。60いかないぐらい。で、CPU の温度が61度、GPU 57度、使用率 98%。で、メモリはこれ 5GB 使ってますね。はい。で、システムメモリみたい 9GB。VRAM で 5GB 使ってるので、ね。8GB あるのでこれ安心ですよね。うん。こういうとこの利点がありますよね。VRAM を 8GB 積んでるとね。グラボ自体に 8GB あるといいですよね。強い。お強い。資格なしなんじゃないの ?RTX3050 って。ちょっと俺思うけど、でもなんかね、70とか80とかさ、使ってる YouTuber の方がね、3050つけばそれはね、いや、これは、とか言うよ。ただそれはもう次元が違う話で、普通さ、考えてくださいよ。皆さん70、80買う?
10万超えだよ、グラフィックボードで。ありえないでしょ。だってさ、グラボって話をさ、するだけでさ、ピーンと来る人なんていないから。俺ね、聞いたんだよ。今日さ、RTX3050 発売なの知ってますって、会社の人とか、いろんな人に、誰一人知らないから。こんだけ狭いんだよ、キャパが。グラフィックボードとかグラフィックカード、自作界隈っていう。やってる人なんていないんだって。そうそう。ほんと狭い世界。ただ、ツイッターとかで、そういう自作のことをやってると、かなりね、開けた世界だとね、勘違いしちゃうんだよね、多分。結構みんなさ、関心があるから、RTX3050 だとか、AMD の新しい CPU だとか、インテルがアルダーレイク12世代出したよね、みたいなとか、そんなの知ってる人一人もいないから、周りで。100人聞いたら一人ぐらいじゃない、知ってる。聞いてみな、皆さん。知ってるって。ライゼンとか知らないから、まず AMD がライゼンでインテルとバチバチに戦争してるって、 CPU 戦争を。でグラフィックボードなら NVIDIA とラデオンがバチバチの戦争をしてる、そこにインテルのアークが来るみたいな。知ってる人なんていないから、マジで。そんだけね、狭い世界なんですよ、これって。そういう人がね、初めて自作するとかの人にね、アドバイスなんかできるわけないでしょ。もう違うんだから、住んでる世界が。そうでしょ。俺はね、最近この世界に来た人間だから、ちょっとそこら辺の感覚がわかるんだよね。そこら辺の感覚がちょっと違うんだよね。有名な方たちとは。そう思うと、RTX3050 で十分だよ。マジで。変な話、ラデオンの RX6500 でも十分だと思うよ。だってさ、7080なんて買わねえって。10万だぞ。10万超え。そんなもんに、使わねえだろ、自宅なんか。いや、Mac 買うだろ、普通に。そうしたら。幸せだろ、そっちの。ゲームするさってさ、相当マニアックな人じゃない、自宅でゲームするなんて。自分で組んで。だいたい BTO 買うんじゃない、違う、いや、だいたいプレ4でしょ、プレ5と。そもそもスイッチと。それがさ、だってさ、パソコンでゲームするっていう時代、ちょっとまだね、まだいないんだよ、あんまり。うん。だと思う。はい。ところで、はい、GPU 温度が64度、使用率 98%、メモリが 5GB。でね、メインメモリが 9GB 使っておりまして、FPS が70とか60とか、で、CPU 温度が64度、いいんじゃないですか。まずさ、このさ、この意味、これも意味わかんないよね、だって。GPU の温度がどうであーでとか、何が普通かがわからないじゃん。ただ温度は低いに越したことがないってことね。メモリっていうのは、グラフィックボードに積んであるメモリがあるのよ。RTX3050 なら 8GB。それ以下ならいいんじゃないって話。このチャンネルはね、目指すところは初心者へ。ってことなんで、そのね、クロートの人たち相手にしてません。だって、そんなクロートの人たち、俺より詳しいし、ね、あんまね、マニアックなこと言ったってしょうがないんだよね。何ができるとか。このさ、だってさ、ベンチマークってもう知らないでしょ、普通。いや、普通知らないって、ベンチマークはどうだ、ああだとか。ただゲームができるってか、できないかってだけなんだよ。今度はどうでもいいや、はっきり。スコアがどうとか、ああとか。動く動かない。そんなんでさ、うんちく垂れんじゃねえって話でしょ。何のゲームができるんだってだけだよ、人なんて。初心者なんて。そうでしょ、間違ってないよね。そんなマニアックな推測はさ、もっと詳しい人がやりゃいいんで。ってことで模索しております、私は。どんな感じに行こうかなと。はい、結果出ますね。快適判定6227、快適判定6227、 RTX3050 は6227。いいか悪いかわかんねえ。よろしくお願いします。はい、次、フォートナイト。これ注目でしょ、皆さん。フォートナイトができるのかできないのかってね、結果的には全然できるから。全然。見て、FPS、145、137、150。この降下時でこれだからもっと出るよ、多分。はい、パラシュート広げて、降下していきまーす。ごめんなさいね、私これ下手なんで。はい、降下しました。FPS が144、144出るから。144のモニター買って。はい、165、165のモニター買って。240Hz のモニターはいらないね。RTX3050 なら、144のモニターか 165Hz のモニターを買ってください。じゃないと意味ないからね。皆さん FPS 気にしてるけど、144欲しいとかね、144欲しいとか。モニター見て自分の。テレビでやってる方なんていないよね、まさか。テレビなんて大体 60Hz だからね。したら 60Hz ってことは 60fps しか出ないってことですから、ね、分かってます。はい、設定はね、でこんな感じでやってまーす。初期、中、競技設定じゃないよ、中、楽しめる設定、画質も。別に競技設定に俺はしない。デフォルト値でこんな感じってこと。デフォルト値で楽勝で150ぐらい出るよってことで FPS。いいでしょ、全然。ただね、モニター問題が勃発するので、そんな気にするならモニター変えってこと、モニターは。何のね、意味もないんだよね。モニター気にしてないのに、FPS どうだ、ああだってもがいても。だったら 60Hz のモニターだったら 60fps しか出ないんだから、モニターで。出力されないんだから 60fps のグラフィックボードでいいんだよ。だったら1050で十分だよ。1050Ti とかね。60Hz のモニターの方は。そういうこと。モニター買う予定あるならいいけどね。お、倒したー。下手なの、周りが。うわ、犬っころ。犬っころ来ちゃった、犬っころ。危ない危ない。そういうことなんですよ。いくらね、グラボが良くたって、モニターが良くないと意味がないので、本当に。おそらく、
自作 PC 初心者の方はね、モニターなんかいいの持ってないんだから気にしなくていいです。はい、死にました。野生の狼に殺されちゃって。よろしくお願いします。はい、次はですね、アーペックス見ていきます。はい、で設定こんな感じ、フルスクリーンでね、これもね変えてない、デフォルト設定で垂直起動だけね無効にして、はい、やってるだけ。デフォルトっす。射撃訓練場で見ていきますが、こちらもですねバリバリ調子いいんだよね。 120fps とかで、144のモニターあれば 144fps 出るよ。 100fps とかだね今ね。だから 100fps が出したいなら144のモニターでやるしかないですよ。本当ね、この FPS ってね、モニターが本当に物を言ってきますんで、つべこべ言ってもしょうがないんですよね、はっきり言って。モニター持ってないなら必要ないんですよ、高 FPS っていうのは、高フレームレートっていうのは。それを本当に肝に銘じてください。多分、持ってません、あなたたちは。60fps のモニターしか。1万なんぼっていうのはだいたい 60Hz のモニターです。だいたい1万8000、どうだ、2万超えてくんじゃないの ?144 モニターだと。144のね、フレームレートのモニターだと。ってことですね。ただ全然できますよ。普通に何のあれもなく全然305モリで十分。いや、これじゃ性能がっていう人は多分ほんと PC に詳しい方とガチゲーマーそうじゃないでしょって話。全然十分です。すっごい十二分に十分です。エピクサできる。それでは見てきました、 RTX3050。 こちらね、39,800円のお安い RTX3050、 なんかね奇跡的に売ってたんで、レビューしてみました。でね、まあ、いいんじゃない?全然。だって、フォトナさ、170fps ぐらいで、エベも 120fps とかでしょ。全然いいんじゃない?だって、皆さん、ハイフレームレートのモニター持ってます。リフレッシュレート60じゃダメだよ。そんなモニターじゃ。普通60だよ、多分。全然そういうことにはこれで、3050で十分。12分ですね。はい。すごいいいんじゃないでしょうか。なんかすごいいいなと思った。コンパクトだし、熱も全然出ない60度ぐらいだし、でいい感じのフレームレート出るし、 RTX なんでね、レイトレーシングにも対応してるし、39,800円だし、これでいいんじゃないですか。かなり優秀な子だと私は思っちゃいましたね。で次出る出荷分からは5万円だって言ってましたね。ツイッターで見ました。はい、結構いいんじゃないでしょうかっていうのが感想です。それではまた。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。